テレ朝動画。ウイロです。山田ないじゃん。何じゃん。あの、じゃあ、ホットココア。何でした？何だこれ。皆さんの、あの、お要望にお答えして、もう一度言ってみます。中村さん。はい。バレンタイン。はい、そうですね。食前スペシャルでございます。そうですね、はい。今日は、ここに並んだ、はい、食材を利用して、はい、中西さんと、はい、小林さんとで、そうですね、スイーツ作り対決的なことをやっていただこうと思っております。強敵すぎますよ。いや、それは分かっております。そんなバレンタインのスイーツを作っていただく対決にお呼びしているのがこちらのお二方でございます。はい、まずは小島選手でお願いします。はい、よろしくお願いします。中西アンド、おー、久しぶり。そして、週刊プロレスの伊沢さん、はい、はい、お願いします。初登場です。初登場、はい。週刊プロレスからの、お客人は初めてということで、そうなんですよね。ある意味資格じゃないかと、思っております。あくまでお二人にはですね、はい、お二方が作るスイーツがどれほど美味しいか、はい、コメントとあとは採点という形で判定していただきたいと思います。はい、分かってます。大丈夫です。、はい、小林さんの勝ちです。チョコレートはあのたくさん女性からもらしてもらいましたけど、いや、自分で作って男にやるの初めてです。そう、うん、女性の気持ちになって、はい、今日は作ったことがあります。私も先ほど小林さんが言われたあれじゃないですけども、男性に作っていただくチョコを食べるのは今回初めてなんで楽しみです。中西なんだ。そんな中、はい、中西さんが、はい、まず作る1品目の料理名を教えて、ね、まあまあちょっとね、チョコレートからは外れるんですけど、外れる、外れる。全然あれチョコじゃないじゃん。じゃあど真ん中ではないんですけど、バレンタイン企画今しますか。ど真ん中ではないんですけど、やっぱり和を使って、和の要素を取り入れた、和の要素をやって、まあ、あれですね、まあ、ウイロー、あ、ウイロー、チョコウイロー、まあココアウイローなんですけどね。ああ、チョコ風味の。ココアウイローと、もう時間があれば、うちの親父が提供してくれた、はあ、京都の宇治の、はい、抹茶を使って、あ、それは素晴らしい。それで抹茶のウイロー、はい、抹茶のウイロー、はい、じゃあ、はい、まあもう早速やっちゃいましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあ料理スタートお願いします。はい、よろしくお願いします。お、素晴らしい。はい、カウンター。その味に頼ってやろうと思ってるんですけど、まあまあ見たことないような有名な、最終的で私はリッチだという、リッチっていうか、それに頼ってるわけでの話なんですよ。普段でもそういうことしないんですけどね。せやけど、まあ今日はこれで、このココアをお湯に溶かして、それからあれですよね、小麦粉なり、ミルクなりの生地に合わせながら、作っていって、それでまあね、砂糖とね、長いな。どんだけの今の説明だけでかかったの。長いからもう、なんやねん。まあ大さじ2杯ぐらいね、合わせたらいいけど、せやけど作りたいのどのぐらいかな。大さじ4杯ぐらいでいいかね、多めに作るから。これで大さじ1杯やろ。スーパーネコリーですが、これで2杯。この細かさとそのさっきのココアの入れ方の全然違うよ。どういうことなの。あ、もうこんだけ十分かなこれ。
上はちょっと固まってはいい頻度ですけど、5分の4ぐらいは固まってると思うんで。これ確認しますか、これウイローですか。ウイローです。これ固まってないじゃん。いやいやいや、これ半分は固まってます。ここから下ね。違うね、固まってんの。ただのあれじゃん。え、なんだよ。あ、じゃあホットココア。レンジ、これ何でした？何だこれ。何やってるんですか、あれ。図工の時間みたいになってる。やばい。こういうのなんか楽しい。やってみて。初めてやった。楽しい。楽しいですね、俺。どんだけ。